はい、こんにちは、116インズです。今回は久々に初めての MLB として動画を上げたいなと思っております。スプリングトレーニングも始まりまして、4月1日の開幕戦まであと1ヶ月強に迫ってきましたね。当チャンネルをご覧の皆様もシーズンの開幕の方を楽しみにしているかと思いますが、今回はシーズンとセットで楽しむことができるゲーム、ファンタジーベースボールをご紹介したいなと思っております。以前からファンタジーベースボールを紹介してほしいという声はいただいていましたが、お待たせしました。いや、ファンタジーベースボールって一体何のゲームなんだよと思われる方もいるかと思いますけれども、ファンタジーベースボールとは自分が GM、 ジェネラルマネージャーとなって現実の選手を集めたチームを作り、さらに現実の選手の成績をもとに他のプレイヤーと競うゲームのことです。プロの選手を集めて、自分だけの野球チームを作るのは皆さんも様々なゲームで経験があるかもしれませんが、このゲームは選手たちの実際の活躍がそのまま反映され、その成績で他のプレイヤーとの優劣を決めることになりますので、より現実の GM に近い気分を味わうことができるようなゲームとなっています。ファンタジースポーツアメリカではかなり多くのスポーツファンが楽しんでいるゲームとなっていまして、このファンタジーベースボールの他にも、ファンタジーフットボールやファンタジーバスケットボール、それからファンタジーホッケーと、北米4大スポーツ全てで遊ぶことが可能です。今回は MLB、ファンタジーベースボールをご紹介しますが、特にアメリカで一番人気のある NFL を扱うファンタジーフットボールの盛り上がり量は凄まじく、メジャーリーガーもリーグを組んで遊んでいるなんて話もあるみたいですね。で、このファンタジーベースボールなんですが、どこで遊べるのかと言いますと、アメリカの様々なスポーツサイトでプレイすることができます。代表的なものはこちらの通りで、Yahoo や MLB.com、MLB 公式サイトですね。さらには ESPN や CBS あたりになりますけれども、今回はおそらく日本でのプレイ人口もそれなりに多く、またはとっつきやすい Yahoo のファンタジーベースボールをご紹介していきたいなと思っております。私も Yahoo のファンタジーベースボールを中学生の頃に始めまして、もうかれこれ10年以上プレイし続けているんですけれども、そこまで難しい準備や、また操作もないので、まず最初にファンタジーベースボールを始めるには良いサイトなのかなと思っています。では最初に Yahoo のファンタジーベースボールを始めるために、まず準備しなければならないことを説明しますと、北米の Yahoo に ID 登録をする、たったこれだけなんですね。本当にこれだけでいいのと思ってしまうぐらいに簡単ですね。昔は ID 登録の画面が当然ながら全て英語で、これが多くの人にとっての障壁となっていたようなんですけれども、この動画のためにおおよそ10年以上ぶりに Yahoo の ID 登録画面を見たところ、いつの間にか登録画面が日本語になっていまして、10年間で随分と便利になったなぁと感じた次第です。また Google のアカウントとの連携で ID を作成することもどうも可能なようですので、 YouTube に登録されている皆様であれば、おそらくそこまで苦労せずにこの登録のステップを突破できるのではないかと思っております。なのでまず最初に ID 登録を行っていただくということになりますね。 ID 登録完了後、早速ファンタジーベースボールのチームを作っていきましょう。Yahoo のファンタジーベースボールのトップ画面に、こちらにも記載している URL から飛んでいただくと、このような画面が出てくるかと思います。このうちジョインアリーグというところをクリックしていただければチームを作ることが可能です。ちなみに自分のリーグを作りたい方はこの右にあるクリエイトアリーグから作ることができますが、今回はとりあえずチームを作ることが目的なので、ジョインアリーグをクリックしていきましょう。先ほどのジョインアリーグをクリックすると、以下のどちらのリーグに加入するかを問われます。 Yahoo フリーリーグとは Yahoo が設置したリーグのことで、誰でも参加が可能となっています。一方でカスタムリーグとは、先ほどのクリエイターリーグから誰かが作成したリーグに加入するためのステップで、 Yahoo ではなくそのリーグを作ったプレイヤーがコミッショナーとなっています。そのため Yahoo が設置したフリーリーグとは異なり、原則としてそのリーグのコミッショナーや、あるいはリーグのメンバーから招待を受けない限りリーグに入ることはできない設定となっています。ちなみにフリーリーグとカスタムリーグのそれぞれの大まかな特徴はこちらの通りとなります。先ほども説明した通り、フリーリーグは Yahoo が設置し誰でも入ることができ、ゲームのルールは全リーグで固定、またリーグは1年限り、今年で言えば2021年シーズン限定のリーグとなります。誰でも入ることができるため、リーグによってプレイヤーの熱量にだいぶ差があり、ものすごく熱心にチーム運営をする人もいれば、あまりやる気がなく途中からチーム運営を放置してしまう人もいますね。ただ熱量の差があるゆえとも言えますが、フリーリーグについてはそこまで他のプレイヤーとコミュニケーションを求められる場面がないので、英語力がなくても最低限野球用語さえ分かればとりあえずなんとかなるのかなと思っています。一方でカスタムリーグについては、特定のプレイヤーがリーグを設置し、参加は原則として招待制です。フリーリーグでは全リーグでルールが固定されていますが、
カスタムリーグはルール設定が自由、具体的にはコミッショナーが設定できるようになっていますので、リーグごとに特色が出やすい部分かと思います。リーグについてはフリーリーグと同様に1年限りのものが多いですが、一部のリーグはキーパー、つまり前年のロースターをそのまま翌年に持ち越してプレーするスタイルのリーグも存在し、この場合は本物の GM と同様に長期的な視野を持ってチーム運営することが求められます。私もキーパーリーグに参加していますが、長期間勝てるチームを作るのは至難の業ですので、こちらの方がゲームとしての難易度は高いのかなと思っております。プレイヤーの質に関しては正直リーグによりけりですが、原則としてコミッショナーがプレイヤーを選んでリーグを作ることになりますので、放置するようなプレイヤーは少なく、概ね熱心な人が多いのかなと思いますね。ただリーグに海外のプレイヤーがいる場合、カスタムリーグでは熱心な人が多い分、選手のトレード交渉等が必要な場面がありますので、英語力がないと辛い時があるかもしれません。ただこの点に関しては、たまにツイッターで日本人の方がリーグを作ってメンバーを募集していることがありますので、もし最初からカスタムリーグに入る場合は、最初はそういった人たちと遊ぶのが良いのかなと思います。今回の動画では誰でも入れるフリーリーグを前提にお話ししていきます。続いてゲームのルールについて、どちらをプレイするか選択することになります。フリーリーグの場合2種類あるのですが、1つ目のロティサリーリーグ、通称ロトリーグは、ホームランや防御率など各項目におけるリーグ内の相対的な順位によりポイントが割り当てられ、シーズン最後に最も多くのポイントを持っているチームが優勝となります。例えば10チームのリーグであれば、チームのホームラン数が1位のチームには10ポイント、逆に最下位10位のチームには1ポイントといった具合ですね。ロトリーグはファンタジースポーツの原点のようなルールみたいですね。もう一つにはヘッドトゥヘッドリーグがあり、こちらは毎週特定のプレイヤーと対戦するフォーマットとなっていまして、こちらの方が今は一般的かもしれません。毎週の勝敗については決め方がいろいろありまして、例えば各項目に割り当てられたポイント数を1週間で多く稼いだチームが勝利ですとか、あるいは設定された各項目のうちより多くの項目で勝利したチームがその週の勝者など、ヘッドトゥヘッドの中にもいろいろあります。これを翌週また別のプレイヤーと対戦してといったことを毎週繰り返していきまして、最終的には順位が上位のチームでプレイオフを行い、最後まで勝ち抜いたチームが優勝となります。ちなみに先ほど競う項目について少し話が出ましたが、フリーリーグの場合はこちらの項目で競うことになります。バッターの場合は得点、ホームラン、打点、盗塁、そして打率、ピッチャーの場合は勝ち星、セーブ、奪三振、防御率、そして WHIP となっていまして、様々先進的な指標が発達した現代にありながら、割と古典的な指標が使われています。ちなみにこの項目に関してはカスタムリーグで変更可能となっていて、この10個よりも多くの項目で競うこともできます。このあたりの設定はリーグによりけりなので、もしカスタムリーグに参加する際は設定をよーく確認しておきましょう。さてここまではリーグに加入するためのステップになりますが、ここからは実際にチームに選手を集めるドラフトのステップとなります。ドラフトはチーム作りにおいて最も重要なステップであり、ここでうまく立ち回れるかによってこれから1年間の戦いが大きく変わってきます。まずドラフトそのものの話をする前に、フリーリーグで必要なポジションについて話します。ファンタジーベースボールでは自分が先発させた選手の成績が自分のチームの成績として反映されますが、野手はキャッチャー、ファースト、セカンド、サード、ショートがそれぞれ1人ずつ、外野手が3人、そしてポジション問わず野手2人を先発させます。ピッチャーの場合は先発投手2人、リリーフが2人、さらにこの他にも先発投手リリーフを問わずピッチャー4人を使うことができ、先発させない選手を置いておくベンチ枠は5枠で計23人の選手で戦うことになります。また選手が現実で故障者リスト入りした際には IL 枠に最大4人まで入れることができ、この場合 IL に入っている選手はロースターの人数にカウントされません。実際の故障者リストとこの辺は同じですね。ポジションの出場資格については、ヤフーが選手のそのポジションでの出場試合数に応じて決めていまして、一部の選手は複数のポジションで先発することができ、例えばカブスのクリス・ブライアントなんかはサードと外野どちらのポジションでも先発させることが可能です。ドラフトではこの各ポジションを埋めることになります。では実際のドラフトについて話していきますが、フリーリーグのドラフトは方式が2つありまして、それぞれスタンダードとサラリーキャップ方式となります。スタンダードは実際に MLB や NPB で行われるドラフトに近く、各チームが1人ずつ選手を順に指名していきチームを作ることとなります。おそらく皆さんがドラフトと聞いてパッと思い浮かぶ方式だと思いますので、とっつきやすいかなと思います。でサラリーキャップの方は、こちらはオークション方式とも呼ばれたりしますが、全チーム一定額の決められたゲーム内の予算が
が与えられまして、各チームが順番に1人ずつ選手を推薦していき、その選手に対して最も高い額を提示したチームが選手を獲得することができます。なので予算の範囲内であれば、例えばマイク・トラウト、ムーキー・ベッツ、それからロナルド・アクーニャ・ジュニアのような超豪華な外野陣を組むことも可能なルールとなっています。ただ予算内でチームを組まなければならないため、お金をどのようにして使っていくかの戦略を綿密に練る必要があり、ファンタジーベースボール初心者がいきなり始めるにはちょっと難しいかもしれませんね。個人的には最初はスタンダードドラフトで始めてみるのが良いのかなと思っておりますが、いろいろ試してみるのも良いかもしれません。でこのドラフトこそがファンタジーベースボールの醍醐味が詰まった瞬間かなと思います。いかに強いチームを、あるいはいかに自分好みのチームを作るかがファンタジーベースボールで一番面白いところなわけですが、それを自分の手を実際に動かしながら行いますので、ドラフトは本当に楽しいです。自分のチームに必要なポジション、必要な選手のタイプ、また他のチームの指名状況など様々な考えながら指名を行っていくわけですが、欲しい選手を早いラウンドで指名していくのか、あるいはまだまだ指名されずに残ると判断して他の選手を優先させるのかといった駆け引きもまた面白いところですね。ドラフトを経て自分好みのチームが作れた時の爽快感は本当にたまりませんので、ぜひ皆さんにも体感してもらえると嬉しいなと思っております。いきなりドラフトに参加するのも良いと思いますが、まずはどんな感じでドラフトが進行していくのか、どのようなタイプの選手が先に指名されやすいのかなど、ドラフトの傾向をまず知ってから本番に臨みたいという方向けに、ヤフーはモックドラフト、模擬ドラフトを提供していますので、こちらのモックドラフトでドラフトの練習をしてみるのも良いんじゃないかなと思います。さてドラフトも終わり、チームも完成しましたが、やることはまだまだあります。リーグ戦が始まった後もチーム運営は細かく行う必要があるんですね。まずは当然ながら日々のラインナップ設定、毎日誰を先発させるかを考える必要があります。フリーリーグであればベンチ枠よりもはるかに先発枠の方が多いので、そこまで悩む必要はないかもしれませんが、いつも先発させている選手がその日試合がない場合には、ベンチにいる試合がある選手と入れ替えたりなどの調整が必要です。また現実でもそうですが、シーズンが進むにつれて自分のチームから怪我人が出たりですとか、あるいは思ったよりも活躍できない選手も出てくるかなと思います。断言してもいいですが、プレーする中で必ず想定外の事態は起きます。そういった選手たちを見極めて FA にいる別の選手と入れ替えたりですとか、あるいは他のプレイヤーと選手のトレードをしたりなど、チームの補強も要所要所で必要となってきますね。特に不振の選手については、今後もこれが続くと考えるのか、選手を入れ替えると判断した場合は連れてくる選手が今後も活躍できそうか、この点については本物の GM さながら選手の見極めが求められますので、このあたりをうまくできるかどうかもまたはチームの結果に関わってくるところです。このチーム運営を1年間行いまして、シーズンを戦い抜くことになります。目指すは当然優勝ですが、1年間頑張ってチーム運営をした結果、優勝という栄冠を掴んだ時の喜びは本当に格別です。ファンタジーベースボールのいいところは、自分が普段応援しているチームだけではなく、自分のファンタジーベースボールのチームでプレーしている選手たちの活躍を純粋に喜ぶことができますので、MLB のシーズンを2倍楽しむことができる、なかなかよくできたゲームだと思っています。MLB の選手たちをよく知ることもできるゲームでもありますので、この機会にぜひ皆さんも始めてみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。